砂はいい島。二人についていきたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。中洲を渡りの、さあ、ののさんとパイセンは1時間前からやってますよ。たった今おとりをつけた、おとりをタモに入れた瞬間、またやってしまいました。おとりが逃げました。すぐ逃げる。あ、これは重りいるわ。きつい。きついよ。腰まで浸かるとちょっときついかな。うわ、深っ。深い深い。流される。流されるきつい。ふんばれ。てっちゃんとこまで行くと腰ぐらいなんだな。ずれんな。いや、きついで。ああ、そういうこと。俺無理かも。無理かも、渡るの。足がつりそう。怖え。マジっすか。気づいて。社長、危ない。きついきつい。反応ぽい。もうやだ、やりたない。赤が飛んで全然でしたよ。北島に戻ってまいりました。宿泊の元ですね。社長が新島の終わりがけでタモを流しまして、今タモを買い出し中です。滑りますよ。気をつけた。
来た来た。わーい。でーでーすげー。楽しそうやん。大丈夫ですか？行くぜー、レッツゴー。じゃあやばい。あ、待って、最高のラッキーだった。あ、やばい。さあ、昼から支流バージョン下野分流をやっていきたいと思います。なぜかというと風が強いからでございます。風強いのと全然皆さん釣れてません。お、何来た？何今の。ちょっと多いな。来たかな。あ、来たわ。来た。やっと来たわ。分流になったよ。こんな感じ。よかったよかった。よかったよ。一匹ゲッチュ。何これ、うっそやな。何でかよ。おいおい、こんなもんシャレにならんて。これ何、仕上げなのかな。これあるんだね、こんなとこにね。ヘチやってみんと分からんね。全然大丈夫です。全然大丈夫、大丈夫ですか？問題ないです。来たと思われる。ちっちゃ。右決めか。右決め来たよ。ちっちゃいけど元気はいい。チバリも外れんぐらいちっちゃい。
スイカの匂いすごいな。こんな感じ。まあお取り頃でしょうね。8月12日不随流2日目本日終了となります。分流でありましたか、ようやく3匹釣れまして、なのでマイナス3だもんで、本日プラマイゼロとなりました。明日3日目ですが、とりあえずつむる屋で今日は泊まりたいと思います。今日はこれで終了です。